内医竹雄の新進健康ラジオ。皆さんおはようございます。竹雄内科クリニック、川田河原と高野診療所、院長内医竹雄と申します。この放送では医療にまつわるちょっと役に立つお話を毎朝5時50分に10分程度で配信しています。また毎朝5時半からライブやっていて、公開生収録や皆さんからのご質問やリクエストに直接お答えしたりしています。アフタートークも人気です。ぜひご参加ください。ということで、冒頭医療に役立つお話というふうに言いましたけれども、今日は全く医療に役に立たないお話を ちょっと自己満的にお話する回になると思いますので、もし興味がない方は早めに出されることをお勧めいたします。ということで、えっ、ー、と、実はですね、この週末、心療内科学会っていうのが、えー、東京でありまして、私参加してまいりました。で、ちょっとね、まあ、あの、はい、別の企画をご用意していただいたりとかっていうこともあって、すべての,あのセッションには参加できていなかったんですけれども、その中でちょっと面白い企画があったので、それを まあヒントにですね、ちょっと今日は診療内科のサバイブ術みたいなお話をしたいなというふうに思いました。で、その面白い企画というのがですね、えっと、初日12月9日のですね、えっと、3時ぐらいからかな、あ、4時からか、あぐらいからあったパネルディスカッションで、えー、病院で診療内科がサバイブするためにどうしてる病院内の他、他職種との連携っていうような、そんなセッション、 がありまして、まあ、これ、あの、非常にね、いつもお世話になっている、親しくさせていただいている先生があ、企画された企画だったんですけれども、まあ、各、えっと、全国各地のですね、えっと、これ、地域もね、結構分散されていて、東北、九州、関東、関西っていう4つの病院の先生が、まあ、各ののの病院でね、どういう取り組みをされてるかみたいな、 そんなお話をですね、えー、各々おのの10分弱ぐらいプレゼンしてみんなでディスカッションするみたいな、そんな企画で非常にね、あの、初めはね、ちょっと人数少なかったんですけど、後半ね、人増えてきて、かなり、あの、盛況で盛り上がっておりました。で、実はですね、まあ、これ、あの、私の配信いつも聞いていただいている方はよくご存知だと思いますけれども、診療内科がね、どういう風うにこう生き残っていくかっていうのはね、もう、もうそれこそ私が、あの、診療内科に転校する前からずーっとね、こう、 議論され続けてるような内容なんですね。というのは、まあ、やっぱり診療内科のスキルって非常にね、わかりにくい上に、えー、別になくてもこと足りるんじゃないかっていうのもあってですね。まあ実際こと足りることは多いんですけども。でも、えー、っと、その、特にまあ今回病院でしたけれども、病院に限らずですね、まあ私個人的には、そのプライマリーケアとかですね、まあ緩和医療とかもそうですけれども、他の領域にね、非常に応用できるんじゃないかなというふうに思ってるんですけれども、ただ、その、 なんていうか、必要性がうまいこと伝わらないみたいなのは結構あって、まあこれはね、私自身が他の領域から診療内科に転校したので、より一層なんかそういうのを思っていたりします。で、まあよく考えたいですね。私 この、えっと、今回のシンポジ、あ、シンポジウムじゃない、パネルディスカッションか、に出ていて思ったんですけれども、心療内科に転校してで、えっと、今年でちょうどね、10年になるんですよね。えー、それこそ、卒業6年まではね、全く心療内科のことを知らずに、えー、心療内科イコールプチ精神科と思ってたんで、えー、これマジなんですけどね。<laughs> で、その反省からですね、ちょっと心療内科に転校してから、まあ、いろんなこう、心療内科に携わる。 活動みたたいいいいのをさせていただいてだいてで、その中で、やっぱり診療内科のことを知ってもらったりとかですね、っていうのはすごい大事だなというふうに、改めて今回、パネルをディスカッションに参加して思った次第です。はい。で、なので、まあ、ちょっとその、学会の、ね、中で話してもよかったんですけども、なんかね、重鎮の人たちが非常に多かったのと、非常に盛り上がってたんで、私は、ちょっとこの音声配信でね、えっ、ー、と、自分の考えみたいなのをお話ししてもいいかなと思って、えー、今日、 お話ししようと思いました。ということで、ちょっと前置きは非常に長くなりましたけれども、まあ僕自身はですね、あの、先ほど言ったように、あの、喫水の診療内科医ではないんですよね。ないんですよねっていうか、まあ、あの、自分では、そういうポジショニングをしてるっていう感じなんですね。で、まあ YouTube の、あの、ジンレギュラーでていただいてるドクター p 2ですね。まあ彼今、ちょっとカマの方にね、若干シフトしてますけれども、彼とかね、もう本当に喫水の診療内科医、 だと僕は思ってるんですけども、まあ多分本人もそう言うと思うんですけども、なんですね。なので、まあそこら辺でね、ちょっとポジショニングの違いを、おまああえて私としてはそういう風にしてるんですけれども、はい。まあ他の分野から入って、まあ診療内科のことを、 まあ、一応、専門医もね、あの、専門医指導医も取りましたんで、あの、他の領域に普及、啓発していくのは私の役割かなというふうに思っていたりします。で、えっと、実は、まあ、あの、知ってる人は知ってるっていうか、まあ、あの、別に経歴隠していないんで、ちょいちょい出てると思うんですけれども、以前の病院ではですね、えっと、まあ、 あの、近畿大学っていうところで診療内科の研修をですね、3年させていただいて、そこから、あの、古巣の、えっ、ー、と、堺の病院にですね、赴任して、そこで、まあ、診療内科の立ち上げをやりました。で、えっ、ー、と、まあ、今回の発表をされた先生の中にもですね、その、大学病院から七病院出て、えー、一から診療内科、 という、まあ、診療科を作るっていうことの、こう、ご苦労みたいなお話しされてたんですけれども、まあ、私自身はですね、あの、いや、今回のお話を聞いていると、非常に恵まれた環境でね、あの、診療をさせてもらってたな、というふうに改めて思いましたね。というのは、まあ、もともとその境で、えー、まあ、古巣だったんですね。古巣なんで、まあ、私のことを知ってる先生が結構、周りに、まあ、その、不倫した時からいたっていうことと、 あとは、えっ、ー、と、やっぱり診療内科だけではですね、その、おまあ、売り上げ面でも貢献できないですし、あと、僕自身もね、そんなに、あの、むちゃくちゃ診療内科、診療内科してるわけではないんで、まあ、結局、初めは、相互内科、診療内科のダブル所属みたいな感じになって、ね、特に、えっ、ー、と、相互内科の中では、まあ、研修医教育にもね、関わっていたりとかして、そこら辺でね、こう、研修医にも診療内科を教える機会を,を得られたしっていうのがね、非常に、あの、 まあ今考えると、あの、心療内科の、こう、ことを知っていただくためには良かったかなというふうに思いますね。で、あともう一つはやっぱり緩和ですね。緩和にも携われて、まあその近畿大学に行った時には全然自分が緩和をやるというふうには夢にも思っていなかったんですけれども、まあたまたま近畿大学はその心療内科が緩和も一緒にやるということで、だから緩和のスキルも、得た状態で、えぇ、ー、堺に不倫してで、まあちょうど、 その時、まあ、堺はですね、まあ、サイコンコロジーを中心として、まあ、かま、あの、盛り上げてやっていコーっていうのが、まあ、その、眼球点病院っていうこともあって、えー、あったので、まあ、ちょうどそこにね、私が入り、入れたっていうことで、まあ、で、その中でも、お一定の役割、鎌まケアの責任者をさせてもらったりとかですね、まあ、あと、研究3年目にはね、かまケアかも、また立ち上げるっていう、立ち上げはね、あの、二つの顔立ち上げるっていうことになったんですけども、はい、そういうので、まあ、いろいろ、あの、 まあ、タイミングが非常に良かったっていうこともありますし、あとは本当に古数で、えー、いろいろ知り合いの先生がね、いっぱい、あのー、協力してくれたりとかっていうことで、非常にね、臨床上、そんなにね、あの、今回発表していた先生ほどは苦労しなかったなっていうのが率直な印象ですね。ただ、やっぱり、ま、あ初めはですね、えっと、心療内科と言っても、すごい全然、あのー、心療内科の対象外の病気を、 お、紹介されたりとかですね。まあ、それこそ精神科の間違って紹介されることとかね。まあ、しばしばあったんですけれども、ただ、まあ、2年目、3年目と、あの、何回まで、ね、勉強会とか、まあ、それこそ研修とかコメディカルにやって、まあ、比較的、えっ、ー、と、診療内科はどういう診療科かっていうのを認識してもらえるようになったかなというふうに思っていますね。で、まあ、その後、まあ、条件外れて、ただ、その後も条件はですね、継続してきてくださっていて、先日ですね、ちょっととある、 会で、えー、またその、フルスに行ったんですけれども、今は、えー、常勤1名とお、非常勤3人と、おあと、心理の先生ですね。心理の先生もお、3人とかっていうことになって、まあ、この辺はね、すごい、あの、まあ、私はじめ、常勤1人で行った右からすると、あの、すごい考え深いものがありましたね。で、 あ、あとそうそうそう。あとはですね、あの、今日ちょっとは話が全然とっちゃかって申し訳ないんですけども。あとはね、やっぱり上層部の理解はね、すごい、あの、得て、い、あの、いけたのもすごい良かったなと思いますね。あの、はい、まあ。 えっと、当時は副院長、まあ今は院長を習ってますけど、の先生が、まあ私が初期研修時代に外科で一緒に手術入ったりとかですね、で、まあ一緒にいろんな話をしたいとかっていうこともあって、非常にね、目をかけてくれていたりもしましたし、あとその、まあ院長の、おー、指導医に当たる先生ですね、まあ今ちょっと実は亡くなられてしまいましたけれども、モンデン先生っていうですね、日本のこう、おもう、 医者のトップみたいな先生がおられたんですけども、その先生も、あの、委員長理事長ヒアリングっていうのが、まあ、毎年あったんですけどその中でやっぱりこういう、まあ、緩和ケアとかですね、あと心理的ケアの大切さみたいなのを、まあ、理解してくださっていて、まあ、そこから徐々にね、えっ、ー、と、心理の雇用が増えたりとかっていうことの流れにつながってるんじゃないかなというふうに思って、それもね、非常に、あの、嬉しく思いましたね。はい。っていう、そんな感じです。で、 ええと、話がまとまらないままに言ってますけれども。で、まあ、臨床院でそんな感じで、あとは、まあ、先ほどもちらっと言ったように、やっぱり教育って、ね、すごい重要なんですね。教育はね、まあ、私自身が、あの、教育が非常に、こう、重視されてる病院で研修したことで、えー、今の自分があるというふうに思ってるんで、まあ、それをね、還元したいっていうこともあって、まあ、特に研修医とか、あと、コメディカに向けての勉強会とかっていうのも結構やったりしていて、あとは、地域に向けての研 研究会とかでの話とかですね。そういうのをやったりしましたね。で、あとは研究ですね。まあ、研究はね、ちょっと私苦手なんで <laughs>。あの、あんまりね、こう、そちらの病院出てからの研究って進まなかったんですけれども。でも、やっぱり、えっと、これも何年前かな。7、8年前ぐらいになると思うんですけれども、心療内科のオー,オールジャパンの研究はやっぱり必要だよねっていうのを、これ私の指導員が言い出して。 で、えー、結局、その新、新、新医学会の方で、えー、研究班っていうのが立ち上がって、で、そこでシステマティックレビューっていうのを、おその、新型糖尿病に対するアクトですね、アクセプタンスさんのコメントメントスラピーっていうのを研究をやって、で、まあ、最後の、最後の最後のね、ちょっと挫折しかけて、えー、他の先生に論文の投稿をしていただいたっていう、そんな感じでしたけれども、そこもね、非常に私自身は、 あの、ためになったというか。まあ、あとは、その診療面でもやっぱり、えっと、その診療代価のね、コストが安い問題っていうのがあるので、やっぱり研究をね、しっかりやっていくことで、えー、診療報酬で認められたりとかっていう部分もあったりとかして。うん。まあ、研究はね、やっぱりもっと力を入れてやっていかない。 いけないかなと思ってますけれども、まあ、私自身はね、あんまり研究得意な人間でゃない。まあ、ここら辺はね、得意な方にお任せし,しようかなというふうに思ってます。はい。っていう、そんな感じですかね。で、えっ、ー、と、まあ、ちょっと、その、境を外れてからはですね、ちょっと、 自分としては軸足をね、普及啓発の方に少し移してきていて、まあ、それこそ YouTube とかこの音声配信もそうですけれども、そんな感じであるとか、あとは書籍ですね。書籍とかセミナーとかですね。まあ、ちょっと、診療面以外の部分で診療内科を知っていただいたりとかっていうことの方が、まあ、まあ大事というか、まあ自分にしかできないことはそっちの方向なのかなと思って、今ちょっとそちらの方にね、だいぶ、 シフトしてたりしますけれども、でも、まあ私自身もこう試行錯誤しながらなんで、まあちょっとこういう風なやり方がいいよみたいなのがありましたらですね、お気軽にあのコメントチャットで教えていただけたらなというふうに思います。はい。ということで、非常に長くなりました。自分あたり。<laughs> これぐらいで終わりにしたいと思います。では、今日も幸せな一日でありますように、お相手は内い回の竹でした。興味津々。